暗示を聞いたばい。あとは頼んだ。活動再開応援しとるばい。私はフランシュ氏のリーダーとして魂燃やしてステージに立ってきました。これからはサガのリーダーになれるように1億万倍魂燃やしてステージに立ちます。そうすりゃくすぶってる奴がどこにいようと私の熱い魂が見える。伊万里港裏の先防波堤灯台みてえにな。それじゃあ聞いてくれ。風の強い日は嫌いか。てめえら気合い入れてけよ。精一杯声上げろ。世界中が敵だった。全てに唾を吐いた。でも夜は甘く、それでも何かとんでもないことが起こるよね。私と似たお前とつるんでたドライブイン。開けてく空の光にさえも苛立って睨みつけた。あったけどいつかはきっとわかるさ。そんな自分になれるさ。風の強い日は嫌いか。まだまだこんなもんじゃね。ふざけんじゃね。愛があんだあるように、お前はお前になればいい。そんなわけで今週から始まったフランシュシュのサガがサガであるためにも終わりの時間です。もしも不安や孤独を感じたらいつでもここに帰ってこい。私らはいつだって変わらずそばにいるから心配すんな。目伏せんな、耳を閉じんな。魂の拳突き上げろ。忘れるな、お前の探している答えはいつだってサガにある。